え、これどうすんの。ジャックとかで一晩つけっぱなしに。これが千葉県の夢の国です。3、3卒、3卒、3卒。いや、今日はもう当たりまくるんちゃうか。お待たせいたしました。おはようございます。いつも競馬でですね、夢のキャンピングカー2代目の道軍資金作りをやっているんですが、夢のキャンピングカーっていうのをちょっと今からね見に行こうかなと思います。今回の旅からですね、こちら吉野さんというメーカーのポタ電を使っていきたいと思います。あの全固体電池というポタ電の中では日本では唯一安心安全な製品となってます。で早速ね、まあ、寝癖直すのにヘアアイロン使っていきます。まず電源を、こちらに AC コンセント4つありますね。ちょっとね、行く準備じゃしていこうと思います。よし、では2代目夢のキャンピングカー実物をね見てテンション上げていこうと思います。メジャーをね持っていくのを忘れないように行きましょう。高さ50。毎週、今週も、いただければ、アンコールフェアや。やっぱり、ビタネス製効果出てるかもしれないっていう。いやー、いい車がありすぎて、キャンピングカーがめっちゃソーラーも強くて最強でした。いやー、やばい、1日じゃ足りない。ちょっとね、戻って車の情報をまとめようと思います。いや、めっちゃ楽しかった。やば、え、ちょっと待って、寒、え、雪や。ちょっとえぐい天気になってきました。今日はもう移動するのが危ないので、この近くで車中泊しようと思います。ある間は暖は取れます。あ、お湯沸かしたので、あ、まあ、3% ぐらい消費しましたね。はい、キャンピングカーショー行ってきました。いや、ガチで2代目夢のキャンピングカー購入候補探しているので、今日ね見たことを今からねまたちょっとパソコンにメモして次なるね車探しにしていこうと思います。にしても雪がやばい。まあ、とりあえず、まあったかいもんでも飲んで、ゆっくり、車研究していこうと思います。
外はもう雪景色ですが、車内はね意外と暖かいと。今車内 18.4 度まで上がりましたね。ちなみに戻ってきた時は6度しかなかったです。なのでやっぱヒーターの威力で、ヒーターがあれば、まあ、車でもねもう快適にこの極寒でも過ごせるので、まあ、あとはね電力がどんぐらい持つかですね。まあ、今日は行けると思うんで、いやーちょっとね本当に理想的な車がたくさんあったんで、今からこれをまとめていこうと思います。こちらラーメンの野菜増し増しです。やばい、窓が雪で何も見えない。え、これどうすんの。ちょっと、あ、え、そんなことある。あ、あ、冷たい冷たい、あ、やばいやばい、そんなことある。行くぞ。あーだー、嘘やろ。うわー、車内雪だらけや。ちょっと、あー、やばいやばいやばい、ちょっと緊急事態宣言です、これは。ちょっと今から風呂に行きます。やばい、車内雪だらけや。やばい、手がかじかんでやばい。今からちょっとお風呂に入りに行きますけど、いやーちょっとやばいんで、もうかなり安全運転で行きます。雪適性はそこそこありますね。四輪駆動なのでなんとか今んとここなしてます。よし、お風呂に行くんですが、あーこういう時立体駐車場入れてよかった。風呂に行って戻ってきました。車内7度ですね。まあ、外はね雪なんでもう2度とかになってますけど、まあ、気持ちね、お風呂入ってきて体が温まってるのもあって、まあ、車の中はなんか暖かくは感じます。今日はねこのまんまこの駐車場で車中泊しようと思います。多分今回が一番今年の中では厳しい車中泊になりそうです。まあ、電気毛布もあるんで何かあってもなんとかなるとは思いますけど、あ、まだ 90% あるんで、まあ、だいぶ余裕はあるんで、さすがに今日はちょっと雪の中で寒いので、電気毛布ですね、これをつけて寝ようと思います。弱とかで一晩つけっぱなしにしようと思います。本当に電気毛布とね、そしてポータブル電源があれば意外と車内でも寝れるっていうことをねちょっとお伝えできればと思います。いやー、とりあえず今日はキャンピングカーショー行けていろいろ充実した一日でした。まだ明日からちょっとどうするか考えてないんですけど、とりあえず今日は一旦寝ます。ではおやすみなさい。今8度ですね。でも朝11時というね、いや雪の中の車内でも意外と8時間以上がっつり寝ました。まあ、一晩こちらの電気毛布を使っていたんですが、どうだろうな、残量今 90% だったんですが、一晩で、あ、74% まで減ってますね。まあ極端な話ね、これ1個で1週間は、まあ、夜寝てる間電気毛布つけといても大丈夫っていう感じですね。ちょっと外見てみますけど、まだね今日雪予報があって道路が多分凍結していて危ないので、まあ今日はちょっとここに滞在して1日過ごそうかなと、引きこもりでですね。
昨日行ったお風呂屋さんで今日は作業したいと思います。結構電源とか Wi-Fi もあって快適そうだったんで、まあ、いろんなところで働くっていう家を持たずにそんなライフスタイルを貫いていこうと思います。今日はなんで夜まで風呂と岩盤浴と仕事をしていこうと思います。ご利用内容を確認してください。いや、一日風呂屋で仕事もして風呂も入って飯も食って、いや快適でした。ではね、出発しようと思います。ちょっと船橋競馬場がねもうすぐ10分で行けるんで、明日競馬行こうかなと思います。料金は900円です。お支払いはサービス券、クレジットカード。車内一日放置しているともう5度しかないですね。こんなとこいたら死にますね。いや今日は一日雪の中ね退避していてよかったです。極寒の車内です。カードゲートが上がります。ここはちょっといい駐車場を発見したかもしれません。いや今日はここで車中泊して明日船橋競馬場行こうと思います。今晩も冷えるので電気毛布ちょっとつけて寝ようと思います。まだ全然電源はあるはず。あ、75% 寝ましょうか。よし、明日は船橋競馬場行ってこようと思います。おやすみなさい。今日は船橋競馬場に行く前にちょっとね、本業のね週末の競馬予想に向けて予習をしてから行きます。でこれタイプ C で充電できるんで、もう 67% ですね。お湯沸かして 3% ぐらい減りました。で今パソコン立ち上げで 50W ちょっとですね。これぐらいであればファンが
回らないんで静かに使うことができそうです。ではちょっと作業してから船橋競馬場へ出勤しましょう。はい、この後競馬場行くのでタブレットも充電していきます。 OK、 はい、充電完了。じゃあ充電してる間にね、お昼ご飯行ってこようと思います。よし、じゃあこれが溜まったら間にご飯行きましょう。よし、マックスに充電されてるんで、よし、体制完了。じゃあ競馬場へ繰り出していきましょう。出勤です。素晴らしいですね。競馬、競輪、オートレース全部できます。これが千葉県の夢の国です。では今日の戦場へ行ってまいります。出遅れた。何やっとんねん。いやーきついだろう。いやーいない。いやー9も9 9 1、あー来ないか。やることやった。あー頼むように。あー全然あかんやん。何やねん。うわー全然あかん。よし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 、ゴア飛べゴア飛べ。よし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 、ゴー飛べゴー飛べ。3、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 
よし、これは来たぞ、3連単とまたや。よし、完璧。俺3単2400と馬単34000。よし、投票券をお取りくださいありがとうございます。ほぼそのままだけど4がいらん。いやー、3かぶされないようにいけ。あー、3かぶされるとしんどいって、止まっちゃうから3突っ張れ、元橋。よし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 、2324止まれ、3突っ張れ、3突っ張れ、よしよしよし、2323、よし、できてる、そのまま、3踏ん張れ、3踏ん張れ、3、あー、3盛り返せ、3、元足、だっだっだっだーに、3着か、3番、3、くそ。8枠、ニカモト、ニカモト頑張れ、ニカモト、ニカモト、前止まれ、前止まれ、うわー、マジかー。
船橋競馬場行ってきました。いやー、一仕事してきた感じがやりましたね。払い戻し金が35,000円と、まあ、大体利益にするとプラス16,000円。競馬って当たると楽しいですねまあ遊びのお金なんでね、これは。いやー、こうやってね、ちょっと日々平日から競馬力を鍛えるというね、鍛錬をしておこうと思います。今からまた週末に向けて、じっくり競馬予想していきます。ちょっともうこのままここで予想して、今日はもう一泊ここで車中泊しようと思います。夜ご飯食べてないからな、腹減ったら。まあ何でもね、あるんでね、コンビニもすぐそこにあるんで、トイレもあるし、アクセスはかなり。都会で24時間600円はだいぶ安いな。船橋はだいぶだからいいですね。競馬行って車中泊はありです。まあ車内あったかいドリンクが飲めるだけで幸せですわ。はい、というわけでね、また今から夢の2代目キャンピングカーへ向けてですね、また今週末東京競馬場へ行ってまいりますんでね、ちょっと今ね、せっかく船橋で今競馬当たったから、ちょっともう行ける気がするというね、もうアドレナリン出まくってるんで、いや、この調子でまた予想していこうと思います。今のところキャンピングカー軍資金260万くらいかな、溜まってきておりますんでね、まあ夢の1000万まで向けてね、貯金をしていこうと思います。いや、頑張ろう。サミエ、あー、まあ11度か、終わりにはあったかいな。車内の電気が劣化してつかないっていう。まあでもこれ1個あるだけですげえ明るいっすね。まだ 100% のうちまだ 20% しか力使ってないので、まあそれでもまあ暗いな。はあ、暗いよ。まあ、このライトはでも本当にバンライフ始めてもう3年4年、まるまるずっと一緒にやってるけど、全然まだ衰えもないし、これ8000ぐらいしたけど本当に買ってよかった。なんでこの車のバッテリーこんなダメになってんだろう。なんか屋根からすげえ冷気来てるしな。ちょっとなんかいろいろガタが来てる気がすんな、何かしらが。はい、今回の車中泊から取り入れてるのがこちらの朝用マスク、夜用マスク、あ、美容グッズかな、なんですけど、これね、薬局で見つけてめっちゃええなと思って買ったんですけど、こう洗顔の代わり、そう、洗顔からスキンケアを1枚で、まあ、簡単に言うと、まあ、これを使えばですね、簡単なし、もう風呂に入んなくていいんじゃないかなと。このアイテムはめちゃくちゃいいんじゃないかなと。車内に水道もね、あるっちゃあるんで、まあ、洗顔しようと思えばできるんですけど、やっぱちょっと物があるんで水が飛び散ったりするのも嫌なので、あと水が単純に冷たいとかあって、まあ、洗顔もしたくない、風呂も入りたくないと。まあ、ただですね、世の中便利になってます。わがままがいかにしたら通るかっていうことを考えた方がいいと。常識通り生きるってことではなくてですね、常識に反してでもどうやったらできるか、うまくいくか、やらなくて済むか、まあ、これがね、ちょっと僕の人生の楽しみ方なので、僕はいかにしても風呂に入らない、洗顔をしなくても生きていけるようにしたいというところに現れたのがこちらのサボリーノっていうのかな。値段はね、高くて1500円とかだったと思うんで、そうですね、32枚入りなので1回50円します。なので朝と夜やったらこれ1日100円使うんですよ。なんですけど1日100円でもう洗顔もしなくていい、風呂も入んなくていいと。お風呂代ももちろん、洗顔代も浮くし、まあ、なんならこれ1分マスクつけるだけでいいので、これ時間もね短縮できるんですよね。まあとにかくもかくにも風呂に入りたくない、洗顔したくないという方には、これ水場のね環境に恵まれてない車中生活にはこれがめっちゃいいんじゃないかなと思って、今後使っていこうと思います。いや、こういうね、なんか便利アイテムがあったらどんどん教えていただきたいです。本当にね、ちゃんと綺麗に密閉されているので、ピチピチの、はい、マスクです。こんな感じですね。で、これを今からつけていきます。つけます。おー、で、これで1分間放置です。いや、これね、もう何回かやったんですけどね、あー、
一日ね、次の日の日に中とかも気持ちいいんで、確かに肌がツヤツヤというか、なんだろう、脂っぽくない。これで1分間放置するだけなんでめっちゃ楽ですね。っていう感じでこれで洗顔完了。というわけでまた明日、ただただケーブをやった一日でした。おやすみなさい。週も変わらず週末がやってまいりました。東京競馬場へやってまいりました。いやもう毎週毎週もう同じ絵だよね。もう毎週毎週同じことしかやってないんですけど、で毎週毎週負ける絵と、いやいやそれは同じじゃダメだよそれだけは書き換えていきましょう。夢の2代目キャンピングカーへの道、軍資金作り編、まあ、YouTube の収益を全て競馬にかけて、いち早くキャンピングカーを手に入れようというために競馬を奮闘していて、まあそのモチベーションとなるべくね、キャンピングカーを今週は見に行ったわけなんで、いややっぱどれもね、やっぱ、軽く1000万はやっぱ欲しいやつは超えるので、で、さらにオプションとかをね、最強にしたいっていう願望もあるので、いやーまだまだね、このキャンピングカー貯金今のところ、こんな感じです。まあ300万いかないぐらいか、260万ちょっとっていうね、微妙な金額しかまだ溜まっていないので、まだまだ夢の途上なんですけど。ということでですね、今週もですね、競馬の軍資金はですね、現在のチャンネル登録者数。ということで現在はこちらですね、66,502人の方にご登録いただいてます。本当に皆さんありがとうございます。ということでですね、もうどんどん軍資金も大きくなっていってですね、今週の軍資金はこちらです。66,500円。で、これを使ってですね、今週もですね、こちら、はい、帯チャレと書いたコーナーの、まあ、帯チャレンジですね。100万円を狙う企画をやっていこうと思います。小倉3レースライブパトラッシュ。あー疲れてないよパトラッシュ、今は元気いっぱいだよパトラッシュパトラッシュ。これね多分単勝ね下手したら40倍とかつくんで、そしたら2万5000円単勝買えば100万になるんで、明日もですね、そうやっとスタイルが決まってきてですね、帯チャレンジ余ったお金を自信のあるレースだ、単勝とかね、そうだらだら無駄にちょっとずつ減らしていくってことを防ぐために、まあ買っても5レースぐらいかな。京都の2レースですね、アンバードール。これね多分5倍ついたら僕は結構勝負したいかなと思ってて、多分ね前回が多分ねもう2024年1のもう非常ミスだと思うんですよね、っていうぐらいのよくこんなに負けられたなと思ったぐらいなので、多分ちゃんとうまく乗れば多分勝てると思うんで、まあ、明日だから京都2レース、もう朝1の時点で勝ちというかね、安堵して、あとは攻めるだけみたいな、いう馬券作戦を。とりあえずもう夜中の2時なんで、はい。もう、ぼちぼち寝る準備していきましょう。いやー、今週、まあ、毎週言ってるけど、今週はいける気がする。いやいや、大事だね。毎週毎週楽しみがあるって大事ですよ、人生。うん。楽しみがある人生大事です。そしたら1週間また頑張ろうと思うからね。寝ますか。おやすみなさい。
別に眠い。では出勤しますか。泣いてるで俺。ちなみにこちらは1日2000円します、駐車場。しかも車中泊は、ね、もちろんできないんで、なるべく使わないで安く済ませます。よし一番人気と流星飛んだ。カンタよし、カンタよしいける。カンタ押し切れ。カンタよし抜けろ。よし完璧。ありがとうございました。いやーダメかな、ケツ2本っていうかきつい。いやー前止まれ。よし、あー頭はねえか。あー無理か、さすがに。よし、あと高菜、よし、8はいい。あと高菜、前開け、高菜、8伸ばして、高野ゴーイだね。画面に物が触れていませんか。いやー今日はやりましたよ。もう宣言通りですね、朝一の京都2レースで見事田口幹太騎手1着でございます。なんですけど、
もうこれ朝のことすぎてなんか全然覚えてないっていうね、なんかあんまり勝った感じがないっていうね。最後しかもなんか鼻差で4着になるし、もうしたらあれなー、あの鼻差がなければもう10万あったのにな。くそー。いやでも今日はねマジで穴馬がね走りまくってるんで、いや今週はねちょっといい手応えがあります。いや楽しみだな、明日もちょっとこの調子で行きましょう。まだね5時ぐらいなんで、競馬の復習をしてから明日の、あ、ご飯食べた明日の予習しよう。疲れたけど今日は頑張ってよパトラッシュ。誰だよパトラッシュって。街道で買ってきたイワシ丼。よし、これは多分このまま突っ込むだけで。残量まだ 38%。 この間になんかおかずでも買ってこようかなと思います。イワシ丼と、あと今お湯を豚汁飲むために沸かしていますが、あーでも結構使えましたね。まあでも火と違ってね、炊いてる間に買い物とか行けるんで、本当このアイテムはね炊飯器便利です。ご飯食べる間はタブレットで、まあのんびり動画鑑賞でもしましょう。今日の夜ご飯は北海道で買ってきたこちらのイワシ丼、そしてセイコーマートの実はこれ豚汁ですね。もう当チャンネルのスポンサーになってないけどスポンサー並みに紹介しているという、はい、セイコーマートさんです、まあ、結果競馬に勝っても質素っていうね。まあデザートありますから今日は、うん、ここ、うん、今日はデザートもあるんですと言ってもですね、結局これ2つ買っても300円とかなんですけどね、チョコレートとあと抹茶シュークリームというね。今日はねちょっと、まあ、うまくいったんでね、もううまくいったらもうボーナスご褒美をあげると、まあ、そしたら体がそれを覚えてまた頑張ろうと、マインドコントロールです。マインド、マイセルフマインドコントロールで、これ明日ね競馬場で、食べたいと思います。なんでこれを、ね、食べながらちょっとまた今のんびりしようと思います。いやーのんびりしてていいですね。明日の予習はやっと終わりました。明日なんですけど、明日の勝負レースとしてはこの名勝厳選は体重が増えてれば買おうかなと、であとディープリッチは逆に絞れてればっていう感じで、ちょっとねこの2頭もだから体重を見てから買いたいんで、体重がそぐわなかったらちょっと他のレースに行きたいんですけど、まあ、66,500円全部使い切ろうかなというプランでございます。全くもう帰ってきて競馬のことだけやったら1日終わりましたね。もうちょっと朝起きてから考えよう、オッズとかはね。もう日付変わるぐらいですね。いや、 やっぱでも立体駐車場 あったかいですね。今 19.8 度。いや冬の車中泊は立体駐車場です。競馬だけやって1日終わったわ。まあでもな、今日はいい結果だったしまだ続きましょう。いや今週はでもな、この復習もすげえスムーズにいったしな、なんか見えてる気がするんだよね。よし、明日はもう早く行って、明日こそ高一郎のモカソフトを食うぞ。
アイロンとかドライヤーを使った影響で残量が 1% しかありません。こちらソーラー発電で一応充電してから行こうと思います。ソーラーパネルは多分400ワットまで対応してるんで、今174ワット入ってますね。これでね、1日どれぐらい溜まるか、もう今0、もう 1% なんで。ではね、今日は1日こちら放置しておいて、また帰ってきてから残量を見て夜も使いたいと思います。はい、出勤の準備が整いました。いやもうね、なんかね、行けたな、風呂入ってないけど、なんとなくなんかごまかせてる。大丈夫かな。癖うねりミストっていうのと、あとヘアアイロンとドライヤーを使って、大丈夫だよね。見た目的に風呂入ってない感じないよね。で結局これであっても、この人風呂入ってないんじゃねって思われなければ、入ってんのと一緒ですから実質。まあ、これ公言してる時点でダメかこいつ風呂入ってねえなってなるんで、あの基本的に日曜日の僕はね、風呂入ってないんで近づかない方がいいです。あ、やべえ、ポップアップ開けたままなんだ。ちょっと閉めてから。はい、というわけでですね、今日も帯チャレンジ、そして2代目キャンピングカー軍資金作りをしに行っていきたいと思います。ちょっと早く行きたいわ。急ごう急ごう。いや今日はもう当たりまくるんちゃうか。いや楽しみ。では出勤してまいりましょう。はい、これね、車置いていくんですけど、充電しっぱなしでね、キャンピングカーが爆破っていう事故が結構多いんですけど、まあ、最後に紹介しますけど、一応全固体電池という、まあ、日本一安全なバッテリーなので、まあ、こういう時にね、安心して置いていけますね。ホタ電の安全性のメリットをじゃあ感じて出発したいと思います。ではインディーちゃんほど、また後ほど。さあ本日も出勤です。いや、ちょうど朝のね、散歩コースとしてちょっと10分ぐらい歩いて競馬場に行けるというね、もう素敵な道です。雲一つない気持ちいい朝や。何やってんねん、来たと思う。いや、やばい。うわ、ひどい。何やったんねん、詰まりすぎだろ。うわ、ひどい。何？13、10。ああ、声優はそんな強くなくていい。3着じゃないとダメだから。いや、13が意外とついていけねえのか、1000に。ああ、遅いぞ、意外と。やば、早めに動けよ。川原の奈々ちゃん、早めに。ああ、きつ。ああ、13が無理や。終了。ああ、終了。
まあこのペースは前残っちゃうわ。いやー、10、17、8、はい、残念。スタートしました。まず芝の目線コーナー12番バイトブリザード、フラシンサの3番手が3番エスペラルメレまだ手応えがあった。残り4キャップ坂を登ってきます。スタートが広がってきた。サンバシンサの4番手は内が入って10番ジュージスタジング、その先が15番のタンレイちゃん、タンレイ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 、そのまま残せ、タンレイ、タンレイ、タンレイ、あーまあ、よしよしよし、まあまあ、3番シンサの3番手、2番ミカって呼んでいい。8番エリオトロピオ4番手だ。2番手がコスチューしてる。ミカ、ミカ、そのままミカ、そのままミカ、ミカ、あー3着まで来い。ミカ、ミカ、ザーワートコスだ。マナミちゃん負けんだ。一旦止まって、ガクノが、いや、内を上げて、直線の方法、11番のエクロー、今のコレスタ、その後ろに9番のコインヨーゴ、前は3番のアルジンで先頭に変わった、粘っている11番のエクロール。さあ、帰ってきました。もう 1% だったですけど、どうだろう。あ、55% まで復活しましたね。まあ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 、一日ね、行ってる間に放置しとくだけで電気増えたな。まあよかったかなと思います。はい、競馬場行ってきました。いやー、今週の2代目夢のキャンピングカーへの道、軍資金作り編。今週は、的中、貯金額、18万5500円になりました。いや、微妙だわ。微妙だわ。いやー、微妙だわー。鈴木翔太が、しょっぱい試合して、すいませんでした。スーパーストロングマシンじゃないよ、鈴木翔太マシンだよ、 SS マシンで。クソー、いやクソではないんですけど、というわけでちょっと払い戻しね、間に合わなかったんですけど、今日はですねこちら、よし単霊ちゃん、いや単勝70倍ですからね、これ単勝70倍に1万円買って、いやーこれあわやの勝つんじゃないかというところで、まあ寸前のまあ2着で惜しかったんですけど、副賞でこれが 14.3 倍ついて、もうこれだけ7万ちょっとになったのかな。いや単勝70倍だったんで、これ単まで1着まで来てたんで35万だったんですよ。いやめっちゃ惜しかった。もうこのね、あの競馬ライフチャンネルでもこのヨシ三霊ちゃん一回登場してますから、あの多分唯一あの何登場した現役馬このチャンネルで。なので、いやこの馬がね力あることは分かってたんで、で前回も実はねこれあのどこだっけ、あの木更津かの馬券場行った時にもあの帯チャレンジしてるんですよ。でその時は残念だったんですけど、いやそういう感じでねちょっとやっぱ追いかけてきた馬がね、まあ、走ったっていうのはね結構嬉しいですよね。まあリバティアイランドの調教師の中内田調教師のまあお父様がまあ所有もされていて、で牧場にもいらっしゃって、で中内田パパさんね、あのよく競馬場で仲良くさせていただいてるんで、その縁でねちょっとこの馬も応援してというかね、より注目してね追いかけてたんですけど、いやーあわやの大激走。いやこういうのはやっぱね、なんかなんだろう、点と点が線になってちょっと嬉しい瞬間ですね。いやーでもなー、これねずっと話してたね、あの小倉の11レース名勝厳正は全然体重増えなかったんで買うのやめて正解だったんですけど、いやーこのね東京8レースこれもね今日の中ではトップレベルの自信度 A のディープリッチ勝負レースだったんですけど、いやこれがねプラス12キロか14キロかな、いやめっちゃ増えてて、いやこの体重はなと思って見送ったらですね、これがね22倍で1着になっちゃったんですよ。いや買っとけよ、22倍なら多少買っとけ、1万円でも22万だよ。まあ今日もだから1個しか当たらず、なんかそういう後半なんかそうですねちぐはぐというかなんか盛り下がってなんか損した気分なんですけど、いやーもう35万あったらなー、よーし、たんれーちゃん惜しかったー。
というわけで、あの容姿端麗はね、周りをちょっと気にしちゃう子なんで、容姿端麗ちゃんは頭数が少ない時なんで、今後も小頭数とか外枠の時に多分穴開けると思うんでね、ぜひね容姿端麗ちゃん応援していただければと思います。いやー、もうちょい勝てたな、いやもうちょい勝てたな、これはディープリッチなんで勝ってないかな、くそー。いや全然、いやマジでミカって4でいいが4着だったんですよ。4じゃダメなんだよ。ミカって4でいいじゃないよ、3でいいよ。くそー。結果当たっても外れてもなんか一喜一憂してんな。というわけでちょっとまあ復習でもしますわ。もう早々早く復習したい。外れたレースがね、なんで外れたかっていうの早く知りたい。キャンピングカー貯金はだからちょっと増えたかな、300万ぐらいに近づいてきたかな、そろそろ。キャンピングカー資金を計算したらですね、今週の18万5500円を上乗せしてですね、279万1560円になりました。いやー、なんかなー、なんか微妙な勝ちしかないなー。帯チャレンジがマジで当たらー、こんなに当たらないの初めてだな。逆に、いやもうちょっと YouTube バズんねーかなー。もうちょいバズったらもっと早くたまるんだけどな。他力本願はない。とにかく競馬を当てましょう、うん。もうそれしか俺にできることはないんでね。頑張りましょう。最後にですね、今週1週間、一緒に旅をしたこちらのポータブル電源の紹介をしていこうと思います。まあこう言ってね、ありがたいことに、もう好きなことをやりながらね、こうやってスポンサーさんもついてくれるおかげで、まあ、再度ね、自由に、旅も続けられますんでね。本当に、皆さんがご覧いただいてるおかげで、そして企業さんもご提供いただいてるおかげでね、馬券生活は成り立っておりますんで、本当に皆さんありがとうございます。まあ、こういうね、ポータブル電源一つあればですね、本当に生活の幅、そして車中泊の幅も広がって、そして自由の幅も広がるんでね、ぜひね、皆さんも車中泊始めてみようとか、バンライフしてみようという方の参考になればと思います。で、今回の、このポータブル電源、いや今までとね、もう画期的にね違う点があるんですよ。なので最初にまずねメリットからお伝えしていきたいんですけど、メリット一つ目はですね、全固体電池。全固体、まあ中身がですね、バッテリーっていうのはまあ今までのものは全部液体状だったんですよね。でそれが全部固体になっているという、まあそれだけ言われてもね、ちょっと科学的な話なんでよくわかんないんですけど、まあ、簡単に言うとですね、もう今までのバッテリーの中で一番安心です。ポータブル電源が、よくね、発火して、車がね、キャンピングカーが燃えたっていう事件、まあ、皆さんもね、耳にしたことあると思うんですけど、まあ、そういったのが結構熱暴走とか、過充電とかで、中の液体が、120度とか240度とかになっちゃうと爆発しちゃうっていうことが起きるんですけど、この全固体電池の場合は、発火の原因が今までのポータブル電源より圧倒的に低いっていう点が、このポータブル電源のすごいとこです。世界で多分ポータブル電源では唯一、世界初の全固体電池なんですよ。すごくないですか？がここにあるんです、今。なので、だこれで無理だったらもう何もう無理だよっていうぐらい安心安全な電池なんですよね。なんで、なんか高さ90センチから落としたテストとか、あと釘とか刺したテストとか、まあ、あらゆるなんかその安全性のテストをやって通り抜けてできたのがこちらの製品なんで、そういう意味でもうこれで無理だったら、なんか車とかに今日もだからソーラー発電しながらね、競馬場行ってきましたけど、まあ、この電池だったらもう安心して置いていっても大丈夫だなっていう、まあ、安心感がやっぱりあるっていうのが、まあ、本当に大きい品だと思います。メリット二つ目は、小さい。はい、こちらもですね、その全固体電池にしたことによって、なんか大きさがかなり効率良くなって作ることができるようになったみたいです。で、僕はですね、何回もポータブル電源は全部数値化して、もう競馬としてデータ化するのが大好きなので、まあ、容量 100W あたりに対する、まあ、大きさっていうのを全部調べたんですけど、まあ、その表がこちらです。こちらの製品がですね、1690平方センチメートル。で、他のやつをご覧いただいてもわかる通り、全部 100W あたり、低くても1800平方センチメートルとかなんで、明らかに過去のやつよりも小さい割に容量があるっていう。なので小型化に成功してるっていうのは、まあ数値的にも間違いないです。で、重さもですね、こちら 100W あたりが 1.1 キロ。重さに関しても、まあこちらのね、表をご覧いただいてもわかる通り、もう最軽量の部類になってまいりますんで、もう本当に小さくて軽い、そして安全っていうのが、まあこのポータブル電源のすごいところです。メリット3つ目は、充電速度。100W あたりの充電速度っていうのが、4.5 分ですね。これも今まで僕が使ったポータブル電源の中ではもう最速でした。
これですね、表の H 社ですね、 4.8 分、まあ、他のやつはやっぱ5分超えたり、まあ、ものによってはもっとね時間かかるやつもあるんですけど、まあ、さらにねレコードを更新してきたということで、本当に最先端の技術が詰め込まれた1台っていうのが、まあ、大きさなり充電速度っていうのにも現れております。メリット4つ目はサイクル数。はい、こちらもですね、充電何回も充電すると電池ってへたっていくんですけど、こちらがなんと4000回のサイクル使うことができるそうです。今までのポータブル電源っていうのは、まあ、昔の一番最初のリチウムイオンっていうのが500回程度しかなかったんですけど、その後にリン酸鉄リチウムっていうのができて、それが2500回から、まあ、3000回ぐらいがサイクルで、まあ、それでもすげえってなってたんですけど、なんとさらにそれを超えて4000回使うことができます。なので生涯で長く使えるっていう、まあ、安心感、こちらの製品ね、5年保証もついているんで、1日1回充電してもだって365回でしょ、年。まあ、週1回だとしても、年50回 ?80 年とか使えるの？いや、っていうぐらい、もうなんか永遠に、だから多分1回買ったらもう死ぬまで使えるんじゃないかっていうぐらい、サイクル数もかなり多いっていうのが今までの製品と違うとこですね。メリット5個目は、稼働温度が広い。はい、今までのポータブル電源だったら氷点下行っちゃうと使えなかったり、あと高温になりすぎるとね危なくて使えないっていうことがあったんですけど、まあ、こちらの製品はですね最大60度で最低マイナス18度まで一応対応することができるみたいです。なので本当に雪の中とか夏の暑い車内でも置いてても安心して、しかも使えるっていうね、まあ、そこの辺がやはりこの全固体電池のすごいとこだと思います。でここまでまあいいことばっかり言ったんですけど、まあ、もちろんこんだけ、どんなポータブル電源どんな馬にもですね、まあ、欠点があるようにですね、まあ、あえて、まあ、スポンサーさんといえどもですね、まあ、僕は辛口というかね期待値というかね、そういいとこもあれば、これを乗り越えてでも、まあ、いいなって思う場合はやっぱ買った方がいいと思うんで、まあ、正直なね感想をちょっとお伝えしていきたいんですけど、残念な点で言うとですね、その一つ目が高いってことですね。はい、こんだけやっぱ最先端の技術が詰め込まれているので、まあ、値段っていうのが他のポータブル電源よりはやっぱちょっと高いかなと思います。容量が大きければ大きくなるほど当然高くなってしまうので、 100W あたりの金額を調べました。それがこちらです。一応ネットの今の価格で言うとですね、 100W あたり 17,036円という価格になります。で他のポータブル電源がやっぱり 100W1 万円っていうのがだいたい相場なんですよね。まあ、それと比べてもやっぱ 1.7 倍ぐらいの値段の高さっていうのが正直あります。まあ、高くてもいいから安全を取りたいっていう人に向けてはやっぱりこれがいいのかなっていう気はするんですけど、まあ、安く買いたいっていう方は別にこれじゃなくてもいいのかなっていう気はします。ですけどやっぱ高い反面、今言ったようなねメリットがたくさんあるからそれだけ高いんだよっていう、で世界で唯一これしかないので今んとこっていう意味では、こちらの吉野さんのポータブル電源を安心安全に使いたいっていう方はね、まあこちらが一番っていうか、もうこれ以上安心な安全な製品がないのでね、今現状存在する中でこれがね、お金出してでも安全を買うっていうの価値はあるんじゃないかなと思います。残念だった点2つ目がですね、ファンの音が大きい。その排出力じゃない 100W 程度の出力でもファンが結構回って、あと充電の時ですね、 100W ぐらいでもファンが回っちゃうのかっていう点がね、ちょっとこれは使ってみないと分かんなかったので、まあ、この辺がねポータブル電源はファンが回るはワット数ですよね、何ワットからファンが鳴るのかっていうのも書いてくれるとね、まあ親切かなっていう風に思いました。うん、これなんか有名なデザイナーさんが作っデザインしたみたいで、でもなんか色合いとかが今までにない、なんかスタイリッシュな感じですよね。まあ、こちらね、吉野さんの、まあ、ポータブル電源 B2000 というバッテリーになりますんでね、気になる方はぜひ概要欄の方からチェックしていただければと思います。うん、まあでも本当になんかすごいな、最先端のポータブル電源がここにあるってだけでも、ホンダホームレスのとこにあっていいのかなっていう感じなんですけどね。いやー本当に僕はなんか車に緊急用電源でちょっとね放置してたりするので、一個ね助手席とかに置いてたりするんで、まあ、これだったらずっと置いといても、まあ何かあってもね大丈夫だなっていう安心感はあるので、まあ本当に心強い味方かなと思います。というわけで、今週の軽バンライフは以上になります。いやーちょっともうなんか軽バン負け続けたら、ちょっとこういうねいただいたポータブル電源 もう売るしかねえってなっちゃうんでそういうことになりかねないですから、せっかくいい製品なんで手放したくないんでね。いやーちょっと最終的にこの先どうなるか分かんないですけど、
まあ、いい競馬も当てたいし、いい車中泊グッズも、ね、集めたいし、またいろんなね、これも大事な仕事ですから金が儲かることは何でもやります。それが競馬ライフです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただいてありがとうございました。